はい、毎度お気に入り土です。ということで、土倉パート44やっていきたいと思います。まだ過去の土倉を見てないよっていうそこのあなた、概要欄に再生リストあるんで、ぜひそちらから見てください。そして皆さん、いつもいつもコメント、高評価、絵を本当にありがとうございます。どいてくれるかな。挨拶してるから。しかも君ニーティングオベーションやから。あんじゃね、お前どうぞ。初めて見たけど独特なテンポで面白いとか、一から土倉を見てるとか、土倉を見て、その寝る前のナイトルーティングにしてると、とのあったかいコメント本当にありがとうございます。そして今ならなんとここからニョキッと出てくる。こちらから実写チャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、前回ですね、スケホ、あと、ウマちゃん、あと、ロバとウマでラマを作ったんですが、成長してるかい？あれ？ここら辺になんかおったんやけどな。あ！成長してる。ちょっとびっくりした。おい、あんま結構出さん。ちょっと待って、ちょっと待って。ん？どの子？この子から取って、この子や。さあ、いきます。3、2、1、ワイル。おお、おお、おお、早いのかな。早いのか、これは。いや、微妙かもしれんな。あと、ロバどこ行った？あ、おった。ちょっと待てよ。ちょっと待って、もう一回、多分いける。あ、待て、お前どんの。よろしくな。ちょっと遅いかもしれんね。まあ。その子のね、個性っていうものがありますから。だから、とりあえず、おやすみ。はい、ちゅうわけでですね、今回は、もうサムネとタイトルの通りなんですけど、まあ、俺はね、整理整頓ができないタイプなんですよ。で、いらないものを、いらない何もを捨ててしまおうって、こうできないタイプなんですね。残していくというか、なんかそれってすごい言い方いいやん。その、物を捨てれないタイプなんです。そういうんじゃないですか。ただ捨てない。捨てれるとこはないから。で、やっぱこう、やっぱ動画も撮ってますし、その、なかなか外にポイ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 捨てれないんですよ。ということで、今回は、超簡単なゴミ箱を作りたいと思います。ということで、材料はこちら。ホッパー、トラップドア、コンパレッドストーンコンパレーター、リピーター、名前の表記は違いますけどね。で、レッドストーン、チェスト、大釜、溶岩入りバケツのみでございます。で、作っていくんですが、どうしような。ちょっとね、地下っていうか掘るからさ、ホーリーホーリーしてくよってなるから、ここでも、そうだな、家の方がいいよね、間違いなく。で、いやつっちさん、その自分家を作ってからやりましょうよって思うでしょ。大丈夫です。自分の家をちゃんと豪邸を作る時にも、そこにも作るやけど、簡単なんで、まあここにとりあえず作っといてねっていうのも OK かなと思っております。で、ドラウンドトラップ、以前作ったんですけども、すごい良かったとか、いや俺も結構失敗もしたんやけど、やっぱその失敗があるからいいとかね、まあ、成長がすごい、とうの、コメントありがとうございます。ただなんか一つ気になったのが、コメントがあって、アップデートでもしかしたらその装備を、なんていうの、月中オベーションできないかもしれないっていうこともあったんで、もし真似してね、作る人がいたら早めに作った方がいいかもしれません。はい、ではやっていきましょう。とりあえず傘がいるんすよね。ここに作りたいんですけど、こっから行くか。まあ一応クリエイティブだ、もう作っといたんで。ちょっと怖いな、もっきり。あとバッコリに耐久3、耐久3かな、鋭さが勝手についたんや。で、もっきりに、もっきりを効率5にしました。裏倉で。ちょっとすいません。ちょっとやっちゃいましたということで、ご報告。
ほいでよ。ちょっと待ってよ。まず、返事いらんから。まず、大釜。で、これ。トラップドア作るやん。先にこれ置いちゃおう。ここに、ベンと。え、なんで置けないの？え、大釜ってこの、無理なんや。ことはちょっと待ってくださいね。言うて、わかるわかる。ちょっと待てよ。これまずいらんよね。でこれがはんはんこっちにこうグリンってするか。じゃあ一回これをねこう入れて。わあ、やばい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 になってるでしょ。で、こうやって出しちゃうんだっけ。あ、オッケーオッケー。おー、チョッコン。ほいで、オッケー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 、丸水さんで、大釜置いた上にトラップドアを置きます。ほら、これで捨てたい時にここにパカッて開けて、ここにポイッとするっていう感じですね。ほしたらばですよ、まずここも掘っちゃって、で、これすぎるからね。3、ちょっとちょ、1、2、もう1マスだよね。痛首、ちょっと待ってくださいね。それはちょっと待ってくださいね。危なっかしい。1、2、3マス開けて、ちょ怖いな。もうソフトタッチで、ソフトタッチで、あーんポンピーだよー。そしたらこの大釜の下にホップをちゃんと大釜向けてポッと、でこのホッパーの下にあれがないか。あれ、ない、作ってない。うっかり始め土蔵。はい、そしたら発射装置、ディスペンサーですね。これをこのドロッパーの下にペット。でもう分かるね。大釜に入れたやつがそのドロッパーを通じてディスペンサー発射装置に入って、こっからピョコーンって出て、ここにマグマがあって、おおつけですって感じなんですけど、次はこいつが動くためのものを、装置を作っていく。うわすごいな。怖い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 、もう怖いね、さっきから。よし、あ、こんでいいや。あ、やからこうか。押したら、うわーでもここにこうなるんか。置けるかね。まずレッドストーンコンパレーターをこっちの向き、この向きになるように置いてください。ほんならまたもうちゃん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 やっとったんやかな。ここにリピーターを8してあげて、ちょっと待てよ。んでここいいかな。オッケー、丸水さん、オッオッケー丸水産なのかこれ。ちょっと見栄えよ悪くなっちゃうかもしんない。そしたらブーレッドストーンを、もう一個こっちかな、こうかな。このコンパレーターとリピーターの間に1個で、リピーターから1、2、3、4、これで OK、 これで動くはず。ただこれを蓋したいんだが、わかる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 、こうなっちゃうんだよな。ちょっと家の中で作るんであれば、もう一段下にした方がいいんかな。一応中から別に問題ないんやけど、閉めてで、あとはここに溶岩をぶち込んでいく。で
しっかり。ただ一つ怖いことがあって、これ燃えないよね。大丈夫だよね。これで完璧。さてこれで完成のはずなんですが、これでいこうか。ゾンビ肉、これをここに、いきますよ。多分カチッって音すると思うから、まず1個。あれ、こうか。完璧やったね、今完璧に作動してたね。でもう一個ね、バージョンがあって、この大釜じゃなくてチェストにすることもできるんですけども、まあ、もちろんチェストなんでこうやって開けて、この中にパッて入れてシューってなるんやけど、ね、例えば個数、まあ、例えば1個のものとかやったらいいんやけど、この59個とかね、そういう複数をやるときに1個ずつ燃えるんですね。ただ大釜やと多分、これまだ試してない。これ5つね。あ、これもそういうタイプ。ほほほ、これをあ、なるほどね。結局は1個ずつ燃えてくってことか。なるほなるほ。ほんなんやったら今こうやってちょっとさ、入れんのにこう時間かかるやんか。そしたらばチェストの方がいいかもしれん。これめっちゃ簡単。チェストにするのはめっちゃ簡単で、まず潰すでしょ、潰すでしょ。でこの上に、あ、大丈夫、この上にチェストで、チェストに入れる。ここに入れたものが燃えるという。ほらちょっと羊たちっていうか牛ちゃんがうるさいけど、ゴミ箱の完成でございます。めちゃくちゃ簡単じゃないこれ。ただちょっと待って、1個怖いのがあって、はぁ、今日もいっぱい取ってきたな。あー、やべ、もうそろそろいっぱいのやってきたな。あ、なんやここの空いとるやん。まだよかったよかった。じゃあとりあえずこれ入れといて、キャーっていうのだけはマジみんな気をつけて。俺マジありそうやから、それで怖いな。だからちょっと額縁とかで、発足でもゴミっていう、あ、なんかこれコップンってゴミっぽいもんな。コップンこれゴミ箱だよっていう、なんかつけといた方がいいかもしんないですね。まあでもこれでとりあえずもういらんもんが、だから俺やったらさ、うわーもうなんかこれまひや、もうあーこれいらんな、これいらんなと思ったら、もうここにこうやってプッで、もう焼却です。これめっちゃいいわ、これめっちゃいい。以前っていうかシーズン1か何かで、そのカズさんがサボテンを使ったゴミ箱を作ってもらったことがあったんですけど、そちらもめちゃくちゃいいけど、これもめちゃくちゃ簡単に作れると。ぜひ作ってみてください。あ、で新しい村というか、リスナー村、あれのね、すごいいいねっていう、まあちょっとこうなんていうやろ、文字ったというか文字の形式だけやったんですけど、これからも双子絆村を、アニソンオトソンとあとリスナー村を愛してください。で、まあもう思った以上に簡単にできたので、前からちょっと集めてんやけど、その裏倉でもちょっとずつ集めてるんですけど、こちら鉄眼、あとワンスタックとあと半分くらいを集めさせてもらっていいですか。ちょっとあとね、金もいる。そう、なんでかっていうと、さっきのね増やしたいんですけど、わ、めっちゃあるよ茶道。あ、でこれ作った、あの Java 版とさ読み方違うよね。ちょっといいっすか、これ使ってみていいっすか。多分これがなんていうか、エンチャントしたなんていうか本をあれするやつと思うんだが、ほら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 、ほいでよ、例えばペペペっつって、あ、
そうだね。え、ちょっと待って、経験値増えた？おえ？なんこれ？めっちゃ便利やんこれ。経験値返せ。ただあれか、そのマックスでは帰ってこやんってやつかな。え、俺今までちょっと待って、ただミスったらえげちいことなんな。あ、めっちゃええやんこれ。本の無駄遣いがなくなる。リサイクル、サイ&クーやん。これなんで2つあんのやろ。2ついけるってこと、どういうことやろ。ん、ちょっと分からんない。分からんけど、サイ&クー、サイ&クー。さあ鉄ちょっといきやすか。実はね、ちょこ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 掘ってんすよ。ちょこ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 、ここみんなにも見せたかな、見せたことあったかな。この下にね行っておるんすわ実は。で、いろいろ溶岩とかと、え、取ったりしてるんす実は。ここで鉄も欲しいし、石炭もちょこっと取っときたいんすよね。意外と見つからんのよね鉄が。あんだけね、ダイヤモンド欲しい欲しい言うてたのに、いつの間にか鉄を求める自分がいて。オッケー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 。もうちょっと、もう今日で、なるほど、今日で鉄に、違う、鉄はアイアンゴーレムトラップで取れんの。このブロックが欲しいのよ。もう経験値に困ることは、その当分はなくなるんじゃないかなっていう。あのかまどのおかげでね。まあ、裏砕いと解きましたでもいいんやけどね。できるだけやっぱり。みんなも事後報告より、よっしゃっていう、これリアルタイムな方がいいでしょ。どっちかって言うたら。あ、まあここは行ってんのかも。あとは昔みたいに採掘所作るとかやな。あれとすれば、やるとすれば。今日ね、かなりめちゃくちゃ簡単にパッと作れたから。オッケーオッケー、レッドストーンもいる。なんなら結構装置系作ってるから最近。足らないんですよね。足らなくなることの方が多い、レッドストーンって。昔は全然やったのに。でもほんまにさ、マジで思うんやけど、俺、レッドストーンとか使うようになったんやなって、回路系。よし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 。オッケー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 。ありがてえ。オッケーオッケーオッケー、金も出た。オッケー、最後にラマとまた作れるな、ロバで。33個。お、これでほんまにあとちょっとやな、おそらく。あとちょっと、あとちょっと嘘ついとるけど、まあ基本ね、俺8割方嘘なんで。結構取ってないこと多いと思うよな俺。よしよしよし。今もダイヤよりも嬉しい。ダイヤ出たら、あー、なるほどねっていう感じ。なんかすげえ掘りまくってきたらさ、なんかすげえでけえ空間に出たんやけど、なんこれ。あ、これたまんじゃねえかも。行ったんじゃねえか。こんなとこ行ったことないぞ。ほら、あれ、なんか鉄あった気がした。あ、行ってるわ。ボンちゃん久しぶり。やばい、危ねえ、吸い寄せられた今。やばいやばいやばい、なにこれ、なに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 これ、なに、なにをあんたら。はい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 、いいよいいよ。おお、ちょっとじゃん、あ、
こういうこと本当はしたくないんだよ。生きとんのかよ。なに、そこはダメ。あ、なんかこう、くる、なにここ、危な、もうやだ、帰ろ。土蔵。はい、ということで帰ってまいりましたと。多分もうこれで足りたんじゃないっすか。どう？オッケー。ゴスタック食べました。オッケー。ちょっと待ってね。まずここ、あ、鉄あるやんかさ、あるやんかさ、あるやんかさ、言うてん。これ全部ぐりーっとやって、で金の人参、もう全部作っちゃうか。おつけで最後にもう一回ラマちゃんを作りたい。いや、いや、目と目が合うわ。オッケー、君がまた早い馬となって、あ、ラマとなって生まれることを願ってるよ。さあ最後に締めの釣りタイム、でも結構本当に簡単に作れたっすね。マジで今回、まあ、カイロ系男子とまで言えやんけどに使ってるよね。だってなんていうけ、レッドストーンリピーターとか、あとコンパレーターとか、多分その置いたことはあるけど、ちゃんとこの装置として機能させたっていうのどこで言うと、今回っていうかこのシーズンが初っすね、間違いなく。 3! タラはいいよ、タラはどん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 、あのエンチャント系で言うと、もう 4! 修繕とこと防護やったっけとかぐらいじゃないかな、欲しいの。ゴー！あ、水族館また作りたいっすね。家の中じゃなくてアニソンの6中に巨大な、で絶対あの、だからあれやば、あれやんかさ、海底神殿で水抜きしてトラップ作らなあかんのちゃうかな、確か足らへんかった気がする、あの量が。7だから、まあ今回時間かけてやっていくか、そういうとこも。8、いいよ、全然いいよ、焼くから、焼きますから。私あ、9、瓶か。ラスト10、アンパック、10、まあ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 、こういう時もあるんですね、それは。はい、というわけで今回作ったのが、超簡単な、マグマ式ゴミ箱でいいんかなを作ってみましたと。めっちゃ簡単に作れるんで、ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。この動画が良ければぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと10社チャンネルもやってるんで、概要欄か終了画面から登録していただけると嬉しいです。あとツイッターのフォローをぜひよろしくお願いいたします。つうわけで、さよなら。たとえそこに見えない壁があって